プラトゥーン2に復帰したばっかなんですけど、なんか今回戦やばいらしいですね。ガチマでもリブマでも縄張りでもプラベでも割とそういう事例が多発してるらしいです。今回はペアのリブマなんですけど、味方のラピブラと相手のホッカスローラーが落ちたようです。そしてプレイヤーの上に言う、別に不満はないんですけど、割とこういうのって多いんですかね。お互い回線が一人ずつ落ちて 3v3 になったりするのもよく見たり、しばらくロビーに接続できなかったりとかありますよね。まさか私が始めたタイミングでまた人気を取り戻したとかあるんですかね。っていうか相手二人なのに味方さん容赦ないですね。まあそのうちの一人は私の相方なんですけど。そういえばお前復帰してからリグマに熱心だよな。味方ゲーで腕前上げるよりリーグマッチで X と戦ってた方が楽しいんですよね。てなわけで、たまにコミュニティ欄でスプラトゥーンの募集もするので、ぜひぜひ来ちゃってください。サーモンランやらリーグマッチやらプラベの募集をしたいと思っています。てかお前おい何やってんだこら。ずっと夢見てたことが今実現しました。てなわけでリーグマッチやっていきます。かなり深夜の時間帯なので、メンバーはほとんど顔見知りな状態です。そして復帰明けの竹、エイムのグダグダさは見逃してね。ちなみにこの敵4人、もうすでに何回もマッチングしていて、片方のカーボンと片方のハイドラがめちゃくちゃ強いです。カーボン2人は一緒のペアなのか。でも文句の言いようのないほど強いので問題ナッシングですよね。ペアだと動きが合わないことが多いので初動の誇りはしません。で変わってくれたな。相手側も武器的にはりづらかったんですかね。とりあえずこの武器に疑似格つけて脳死でパンパン打ってればなんとかなるので、私のような初心者にはかなり優しい武器ですね。相手カーボンに落ち状態だな。ハイドラ強くて近づけないよう。風呂とハイドラってどちらも超嫌いです。風呂が全盛期の状態を知らないんですけど、いざ対面してこんなに強いんかって思わされましたからね。あ、ラリラリエイム見ないで、突撃しろと天の声が聞こえた。ダメだった。いきなりの地雷行為だな。てなわけで仕切り直していきます。復活早いと思ったら編集だったわ。てか序盤から攻め込まれすぎだろ。相手が相手だから許して、とりあえずカーボン2枚沈めて残るはここなんですけど、ちょっと倒しづらくないですかあれ。届かない。なんか日に日に実況っぽくなっていってるこのチャンネルに涙が出てきた。まあ今回は白いのがいませんからね。丸美沙という名のセンサーで敵をサーチして倒しに行きます。これ敵が向かってきてるってわからないからいいよな。よし、投石にはそこに隠れてる気があったわ。とりあえずカーボンの注意点はなるべく上を取ってくるので、そこですね。ハイドラの注意点はまあどうしようもないですね。諦めが早すぎる。相手は2落ちだけどこっちも2落ち、攻めづらいよ。おっとハイドラさん、ここ割りバトルでもやってられるかお前を。ぶっあん、さすがは一足ですね。なるべく奴の行き先を打った方が良さそうだな。現状こちらに落ちで人数振りですね。お互いまだカウントは50近くなので、こちらにも勝てるチャンスはあります。まあ相手強いんで諦め感ありますけど、ていうかさっきの守れなくて面を一度30くらいまでに進めてみたいよな。30も若干怖いのでもっと押し込んでいきたいですけどね。てかお前ここ持ちはやらないのか。ここ苦手だからすぐ死んじゃうんだもん。絶対押し込みたい時とかは持つんですけどね。ヤグラで残りカウント30くらいになると無理やり乗って1でも進めちゃうタイプです。てかこれカーボンが潜伏してここ狙ってません。フロドカしたいなあ。差し込まれた。じゃあ終わりの宣告。ペイン勝てないよ。相手がここ持つの遅かったのがせめてもの救いだな。こうなったら意地でも止めてやりますよ。焦ったところをかられるやつやこれ。私はエンドを守るだー。って待って、なんか進んできてるんだけど。ご視聴ありがとうございました。この残ってる2分40秒でなんとか逆転してくれや。もう勝てないよ。めたい話、この動画が使われたってことは勝ったってことだろ。いや特に使う動画がなかったのでこれにしました。実況はしててもこのチャンネルの適当具合は消えてないな。さてさて、ここを進めて逆転頑張りましょう。そうだな。ちょっと待って、なんかここに突撃してって。鉄砲玉となったカーボンがここ一直線で殺しに行ったな。いや怖すぎるでしょ。とりあえずミサイルぶち込んで、さて反撃の時間ですよ。また守れなかった。見殺し3コマ受け。形勢を立て直してからもう一度。このゲームってホラーゲームでしたっけ。前作スプラほどのホラゲーではないから安心してくれ。さてさて、また攻め込まれてるわけですが、っていつの間にかカーボンが入ってきてるやん。塗ってたら倒せてました。そして風呂に届かない。そしてミサイルからの、ミサイルセンサーに引っかかってる、おそらくハイドラであろう敵を倒しに行きます。いやここで突っ込むお前エグすぎるぞ。ヤマト魂ってやつですかね。多分ただのバカ。とりあえずここの進行方向の邪魔となる敵を倒しに行きます。敵は現状に落ちだな。この攻め時を逃しませんよ。はい、疑似格なので実質私の勝ちですね。ていうか竹使う時に感度5って相当やばいですかね。チャージャーも低感度の方が割と当たるんですけど、シューター使う頻度が多いのでなるべく5にしてるんですよ。間を取って2か3でいいだろ。そこら辺は超低感度にした時に鳴らしていくための感度として見ています。ていうか残り1分なんですけど戦況やばすぎますね。そして丸みさボボ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 ボ。敵襲じゃあ。カーボンの脳死突エグすぎるな。この時もう一つのステージがムツゴロウで、そこであのカーボンどもが味方として来てくれたんですけど、彼らめちゃくちゃ無双してましたね。ここで矛を倒してからあの周りを塗って戦いやすくしていきます。相変わらず矛は任せっきりだな。触った瞬間に爆発しそうなんですもん。しねえよ。ていうかカーボンの潜伏怖くてマジで進みづらいですね。先ほどからカーボンめちゃ倒してる理由はそいつらだけ警戒してるからですからね。あれ、お前以外味方がやられて。もしかして他に矛持ちがいない感じですかこれ。あ。まあ多分こんな日もありますよってことですよね。ってな感じで次回も多分リグマなのでお楽しみに。リーグマッチの募集はコミュニティの概要欄からしているのでいつでも来てください。あと今日の9時からあつ森の企画でおしゃれ服選手権をやろうと思っているので、参加したい人はこの動画の概要欄に説明を書いているのでそこからお願いします。ってなわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。